皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回は凶悪すぎる男が起こした事件の総集編です。今回も長尺となっておりますので、お時間のある時にぜひご覧ください。それでは一つ目の事件からどうぞ。皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは大阪連続女性バラバラ殺人事件です。この事件は元死刑囚鎌田康俊が1985年から9年間に5人の女性をわいせつ目的や金銭トラブルなどから次々に殺害し、遺体をバラバラにして遺棄した事件です。また鎌田は捜査に進展が見られないことに安心し、警察に怪人22面相と名乗り挑戦状を送るなどもしていました。鎌田康俊とは一体どのような男だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1985年から1994年までの9年間に大阪を舞台に5人の女性が次々と殺害され、そのうち3人の遺体がバラバラにされるといった世間を震撼させる事件が発生した。この一連の事件を起こした犯人は1984年に全国を恐怖に陥れ、現在も未解決となっているグリコ森永事件の怪人21面相を真似て、怪人22面相という署名入りの挑戦状を警察署に送るなどしており、警察の動きを嘲笑うかのように殺害を繰り返した。しかし警察はこれら一連の事件が同一犯であることをつかむことはできず、全ての事件は未解決のまま捜査は難航していた。そんな中、1995年ある窃盗容疑で逮捕されていた大阪市西成区に住む男鎌田康俊当時54歳の指紋が怪人22面相と名乗る挑戦状に付着していた指紋と一致したことで、突如として一連の未解決事件は動き出し、徐々にこの男の驚愕の犯行内容が明らかにされた。第一の事件、主婦殺害事件。1985年5月28日、大阪市東住吉区に住む主婦、当時46歳が殺人鬼鎌田の最初の犠牲者となった。この主婦は同月14日から夫と子供3人を置いて家出し、大阪市西成区の立ち飲み屋で偽名を使って働いており、28日、この店に鎌田が客として訪れ、意気投合したことで、二人で食事に出かけた。食事の後、鎌田は自身のアパートに主婦を連れて行き、体の関係を持ったが、主婦に酒の飲みすぎを注意したところ、反抗的な態度を取られたため、カッとなって首を絞めて殺害した。その後、鎌田は室内にビニールシートなどを敷いて、部屋にあったノコギリと包丁などで遺体をバラバラにした後、神戸市西区の雑木林に遺体を運んで遺棄した。第2の事件、施設寮生殺害事件。1985年6月16日、第1の事件から約1ヶ月後、大阪府富田林市の知的障害者施設に入所していた女性、当時19歳が第2の犠牲者となった。この女性は同年4月16日に施設を抜け出して行方不明になっており、大阪市浪速区の通天閣付近で遊んでいたところ、鎌田と出会い、二人で近くの寿司店に訪れていた。その後、鎌田は C さんを自身のアパートに連れて帰ったところ、この女性から小遣いとして1万円を要求されたことに腹を立て、同日午後3時頃、女性に馬乗りになって首を絞めて殺害すると、第一の事件と同様に遺体をバラバラに切断し、段ボール箱に入れてレンタカーで奈良県広陵町の竹やぶまで運んで遺棄した。翌17日、午後6時30分頃、鎌田が遺棄した知的障害女性の遺体が発見され、奈良県警は高田警察署に捜査本部を設置し、捜査を開始した。同年9月、捜査に進展が見られないことに安心したのか、鎌田は怪人22面相と名乗る挑戦状を高田警察署長宛に送った。その内容は、捕まえられるものなら捕まえてみろ、といった警察を挑発する内容のほか、女性を殺害する前に連れて行った寿司屋の店名や、遺体をどの部分から切断したかなど、犯人しか知り得ない秘密の暴露も記載されていたため、
警察は犯人から送られたことに間違いはないとみて、送り主の特定を急ぐとともに女性の足取りを捜査した。すると遺体発見前日にこの女性は中年男性と挑戦状に書かれた寿司店を訪れていたことが分かり、警察が中年男性の特定を進める中、鎌田の行きつけのスナックにも聞き込みに訪れると、鎌田は警察の目から逃れる目的で新幹線の使用済み切符をどこからか用意し、東京にいたことを証明するアリバイ工作を行い、その切符を同封した上で実名入りの釈明状なる手紙を警察署に送りつけた。第3の事件、小学生女子殺害事件。1987年1月22日、3人目の犠牲者は大阪市住吉区に住む小学3年生の女子、当時9歳だった。同日午後5時30分頃、鎌田はソロバン塾から帰宅途中の女児を見かけ、わいせつ目的で声をかけ、自身のアパートに連れ込んだ。しかし女児に泣き叫ばれたため、犯行の発覚を恐れた鎌田は女児の首を絞めて殺害し、遺体を大阪府豊野町の山林に遺棄した後、女児の自宅や通っていた小学校に計5回にわたり身代金3000万円を要求する電話をかけるなど、鎌田の犯行は大胆になっていった。その後1987年5月4日に女児の遺体が発見されたが、捜査の目はこの時も鎌田に向けられることはなかった。第4の事件、スナックホステス殺害事件。3人も殺害したにもかかわらず、捜査の手が及んでいなかった鎌田だったが、実は1989年10月と1991年8月にいずれも窃盗罪で実刑判決を受け、1993年3月まで服役していた。そして出所して間もない7月、鎌田はまたしても殺人を犯し、今度は大阪市西成区のスナックホステス、当時45歳が4人目の犠牲者となった。この時も鎌田は女性を自宅に連れ込んでおり、押し倒そうとしたところ、金をいくらくれるんやと金の話を持ち出されたため、カッとなって女性の首を絞めて殺害し、遺体を切断した後、レンタカーで大阪府箕面市の山林に運んで遺棄した。第5の事件、居酒屋店員殺害事件。1994年3月下旬頃、依然として捜査から逃れ続けていた鎌田は窃盗を生業としており、盗んだ洋服をいつも破格の値段で購入してくれる馴染みの女性客が最後の犠牲者になった。その女性客とは大阪市中央区の居酒屋で働いていた女性、当時38歳で、この時も鎌田はわいせつ行為をしようと女性を自宅アパートに連れ込んでおり、女性から金を要求されて口論となった末、他の事件と同様に女性の首を絞めて殺害し、大阪府箕面市の山林に遺体を遺棄した。隠れた二面性。これら驚愕の連続殺人鬼の鎌田は1940年7月10日に愛媛県大洲市で生まれ、実家は旅館などに割り箸を納入する商売をしていたという。そんな家庭で育った鎌田は父親が亡くなったことをきっかけに高校は2年で中退しており、その後大阪へ出て板前修行をしているが、20歳の時には地元に戻り、結婚して2人の子供を設けている。しかしその後妻と死別してから人生は狂い始め、事件の約15年前に2人の子供を連れて大阪市西成区に移住し、一度の宮の女性と再婚しているが、定職に就くことはなく子供を置いて家を出ていくと盗みを働き、盗品を飲食業の女性たちに破格の値段で販売し生計を立てていた。そんな鎌田は飲食店やスナックの女性からの評判は悪くなかったが、鎌田をよく知る人物によると、鎌田は酒に酔うと金額のことで腹を立てる、腕っぷしが強く急に怒り出す、すぐに首を絞める癖がある、などといった二面性があったという。事件の急展開。第5の事件から数日後の1994年4月4日、大阪府箕面市の山林から2体の遺体が発見され、警察が身元の特定を進めたところ、歯の治療痕などからこれらの遺体は第4の事件で殺害されたスナックのホステスと第5の事件で殺害された居酒屋で働いていた女性であることが確認され、警察は連続殺人も視野に入れ捜査を開始した。
警察が本格的な捜査を進める中、1995年4月10日、蒲田が大阪市中央区にある倉庫から段ボールに入った衣類を盗んだ窃盗容疑で逮捕されると、ここから一気に一連の事件は解決に向かっていった。窃盗容疑の取り調べの中で、蒲田が第二の事件の被害女性と訪れた寿司店周辺の土地に詳しかったことから、疑いの目が強まり、事件当日、蒲田が借りていたレンタカーの走行距離を調べたところ、第二の事件の遺体発見現場までの距離と一致し、さらに蒲田の指紋が、怪人22面相と名乗る挑戦状に付着していた指紋と一致した。これらのことから蒲田を追及したところ、蒲田は第二の事件の知的障害女性の殺害を自供した上、他の4人についても殺害を認める供述をしたため、それぞれの殺人容疑で逮捕された。極刑判決。1996年3月13日、大阪地裁で初公判が開かれ、蒲田は捜査段階で、小学生女児殺害事件における身代金要求を除き、すべての犯行を認めていたにもかかわらず、一転して犯行を全面否認し、殺害したのは知人で、自分は遺体の遺棄などを手伝っただけだと無罪を主張した上で、小学生女児殺害事件については、起訴状に書いてあることはデタラメだと言い放ち、窃盗事件に関しても全面的に否認した。また、弁護側は身代金要求の電話音声について、大阪府警科学捜査研究所が蒲田の声と酷似していると結論付けていることに対し、再鑑定を申請した上で、日本音響研究所による声紋鑑定を実施し、電話の声紋と蒲田の声紋は特徴点全121点のうち約10点しか一致せず、別人の音声と認められるという内容の鑑定書を提出し、改めて電話の声は蒲田とは別人の声だと主張した。そして1999年1月8日、論告求刑公判で検察側は死刑を求刑し、犯行は残忍かつ冷酷で、社会に与えた影響は大きく、動機に酌量の余地はない。蒲田は反社会的な性格が顕著で、強制は不可能と指摘し、永山基準に照らしても死刑が妥当であると主張した。一方の弁護側は、殺害は別人の犯行で、蒲田は関与していないと無実を主張した上で、女性を殺害した知人と共に遺体を遺棄したが、蒲田による単独犯行ではない。各事件の犯人と蒲田を結びつける客観的証拠が極めて乏しく、捜査段階での自白は警察官による暴行や脅迫によって得られたもので、自白には証拠能力はないと主張した。1999年3月24日、注目の判決公判が開かれ、裁判所は殺人5件すべてを有罪と認定し、蒲田に死刑判決を言い渡したが、身代金要求については、自白がない以上、身代金要求の電話は報道後のため、便乗犯の疑いがあるとして無罪とした。その後、弁護側及び検察側は判決を不服として控訴し、控訴審判決では身代金要求に関しても有罪と認定され、弁護側はさらに上告したが、2005年7月8日、最高裁は上告を棄却し、蒲田の死刑判決が確定した。そして2016年3月25日、蒲田は収監先の大阪拘置所で死刑が執行され、75歳で人生にピリオドが打たれた。この一連の事件で死刑囚となった蒲田は、死刑囚を対象に実施したアンケートで、国は法律で殺人を禁じているにもかかわらず死刑を執行しているが、これこそ明確な殺人行為だと思えてならない。警察官、検察官が作成する調書は、こいつを犯人にしようとの意図を持って作られたもので、法廷で調書は真実ではないと主張しても裁判官は聞いてくれないと回答しています。今回の事件を振り返ると、いずれも動機はカッとなったというもので、深い恨みがあるわけでもなく、気分だけで殺害に至っているため、おそらく逮捕されるまでは第6、第7と殺害を繰り返していたのではないでしょうか。この事件は捜査状況の詳細があまりないので分かりませんが、第2の事件が発生した後、アリバイ工作として蒲田が実名の釈明文を送った際、警察は蒲田を追及しなかったのか非常に気になります。仮に蒲田のアリバイ工作に騙されていたとすれば、
警察の捜査にはかなり問題があったことになり、第2の事件以降被害者が出なかった可能性などを考えると、警察の捜査手法に怒りすら覚えます。また鎌田はこれほど多くの命を奪ったにもかかわらず、裁判で犯行を否認し全く反省していないことから、当然遺族への謝罪などはなかったと思われるため、遺族にとっては死刑が執行されたという事実だけが唯一の報いだったのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは名古屋アベック殺人事件です。この事件は少年ら6人が遊ぶ金欲しさから何ら落ち度のない男女を襲って殺害し遺体を遺棄した事件です。この年は他にも少年による凶悪犯罪が起きており、未成年が起こした凄惨な事件に世間が驚愕した年でもありました。少年らが起こした事件とは一体どのようなものだったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1988年2月23日未明、愛知県名古屋市にある県営大高緑地公園の第一駐車場で、理容師の男性 M さん当時19歳と理容師見習いの女性 S さん当時20歳の2人が17歳から20歳の少年ら6人に襲撃され、金品が奪われた上に殺害される凄惨な事件が発生した。後に逮捕されたのは主犯格で飛び職の少年 A 当時19歳、同じく飛び職の少年 B 当時17歳、唯一成人していた青年 C 当時20歳、暴力団の構成員の少年 D 当時18歳、そして少女 E 当時17歳と少女 F 当時17歳の6人だった。この少年ら6人は以前から爆艦と呼ばれるアベックが乗る車を襲撃して金品を奪うことを繰り返しており、この事件の直前にも別のアベックが乗る2台の車を襲撃し、2人に暴行を加えて全治10日ほどの怪我を負わせた上、現金など8万6000円余りを強奪していたことも明らかになった。そして M さんらも少年らの爆艦の標的にされた後殺害されているが、少年らは些細なことをきっかけに暴行をエスカレートさせ、集団で乱暴した上に殺害にまで至っていた。この事件は当時新聞やニュースなどで大きく報道され、少年法の改正に大きな影響を与える事件となり、同年には同じく少年らによる女子高生コンクリート詰め殺人事件が発生したことから、1988年は凶悪な少年犯罪が多発したことで大きな社会問題となった。実行犯の少年たち。主犯格 A。 主犯格 A は1968年に長野県で生まれ、その後名古屋市内に移り住み、小学校時代は活発でお調子者な少年だったが、父親が厳格でしつけに厳しかったことから、主犯格 A は父親に対する反発心を強めたが、一方ではそんな父親の態度を模倣するなど権威に対する憧れを強めていった。その後中学3年生になって間もない頃、主犯格 A は原付バイクを何度か盗んで家庭裁判所に送致されているが、家庭裁判所は不処分の決定を下していた。そして中学校を卒業した主犯格 A は名古屋市内の職業訓練校に入校したが、約2ヶ月後に校内で発生した不審火事件で嫌疑をかけられたことがきっかけで、教師に暴力を振るったため退学処分となった。退学処分となった主犯格 A は名古屋市内のうどん店で約1ヶ月間働き、その後父親の知人の紹介によって三重県の内装業者で2年ほど働いたが、夜遊びが過ぎて体調を崩したことや給料が安いことなどから仕事に嫌気がさしたため退職し、その後は名古屋市内の居酒屋の手伝いをするなどしていた。1986年11月、主犯格 A が18歳の時、 A の弟とその友人と共に交通事故を起こし、弟が暴力団事務所に連行されたことをきっかけに、主犯格 A は暴力団の構成員となった。やがて A は組員の集まる場所で暮らすようになり、そこで組の後輩である少年 B と青年 C と知り合い、さらに当時青年 C と交際していた少女 E とも知り合うと、
少女 E と上夫の関係になったことをきっかけに暴力団の構成員を辞め飛び職になった。少年 B。 少年 B は1971年に名古屋市で生まれ、小学校の頃に父親の事業が不振だったことで一家は経済的に困窮していたため、給食費を支払うことができなかったなどの理由でクラスメートからいじめを受けていた。また当時父親からは売られた喧嘩は買え、喧嘩をするなら負けるなと言われ、多少の問題行動については放任する傾向の中で育てられ、小学3年生の時にクラスメートに暴力を振るい、小学5年生の時には転校した先の小学校でもクラスメートに暴力を振るう傾向が見られていた。その後中学校に入学した少年 B は、入学して間もない頃に病気で学校を休みがちになった上、女子生徒に交際を申し込んで断られたことで精神的に落ち込むと、勉強に対する意欲を失ってしまい、やがて不良生徒と辛辣を吸うようになった。また父親からの勧めもあって飲酒もするようにもなり、中学2年生の頃からはタバコも吸うようになったが、父親は少年 B の非行を制止するどころか、そんな中途半端なことをやらずに、どうせやるなら番長を張るぐらいやれと煽られていたという。やがて少年 B は同級生と原付バイクやシンナーを盗んだり、空き巣未遂事件や窃盗事件などを起こし、児童福祉士による指導処置も受けるなどしていたが、同級生の女子生徒と交際を始めたことをきっかけに生活態度が落ち着くと、中学卒業後には指導処置は解除されていた。そして中学校を卒業した少年 B は名古屋市内の鉄工所で働き始めたが、些細な理由から約4ヶ月で辞めると建設会社で土木作業員として働き始め、交際中の少女との結婚を真剣に考え始めたが、少年 B はその交際少女に暴力を振るってしまったことが原因で別れると、生活意欲を失い再び辛辣を吸うなどの非行に走り始め、16歳の夏頃、友人からヤクザになれば女はすぐにできるし金も手に入ると言われ、それを鵜呑みにして暴力団の構成員になり、そこで少年 A、 青年 C、 少女 E の3人と出会った。青年 C。 事件当時唯一成人していた青年 C は1968年に鹿児島県で生まれたが、翌年に両親が離婚したため愛知県内在住の父方の祖母宅に預けられ、小学3年生の頃から不登校になると店舗から玩具を窃盗するなどしていた。そんな中、祖母が高齢なことから青年 C を養育することが困難になってきたため、 C は愛知県内の情緒障害児短期治療施設に収容されると、その施設内の小学校に転校した。小学校を卒業すると愛知県内の児童養護施設に収容され、その後中学校を卒業した青年 C は製鋼会社で働き始めたが、 C の元に母親が C の姉を伴って訪ねてきたことをきっかけに、勤めていた会社を辞めて名古屋市内で母親と姉の3人で同居を始めた。その後間もなくして母親が再婚し、再婚相手の義父と同居を始めると、青年 C は義父が勤務する電気会社で働き始めたが、母親が毎晩のように飲酒しては元夫のことで C に当たり散らした上、義父との折り合いも悪かったことから、青年 C は家を飛び出し神奈川県内の新聞店で住み込みの仕事を始めた。しかし10ヶ月ほどで新聞店を辞め名古屋市内に戻ると、布団販売会社で出張販売の仕事を始め、出張先の栃木県で通行人の女性からハンドバッグをひったくって検挙され、名古屋市内の厚生保護施設に収容された後、道路舗装工事の仕事を得て運輸会社の寮に入って働き始めた。その後配達先で偶然義父と出会って喧嘩になったことをきっかけに母親と義父に失望し、それ以降名古屋市内で不良少年らと辛辣を吸うなどの非行を繰り返し、少年 B と同じ暴力団の構成員になった。少年 D。 少年 D は1969年に名古屋市内で生まれ、6歳の時に両親が協議離婚すると母親に引き取られて育っているが、小学生から恐喝事件を起こし、中学生の頃には不良生徒と交遊するようになった。そして中学校を卒業後、名古屋市内の理容店で働き始めたものの職を転々としており、18歳の頃に暴走族の幹部メンバーになると不良仲間とシンナーを吸ったり
車で暴走する日々を送っていた。やがて主犯格 A をはじめとした少年少女らと知り合い、暴走族に誘われた男性から暴力団を紹介され、少年 B、青年 C とは別の暴力団構成員になっている。少女 E。 少女 E は1971年に名古屋市内で生まれ、父親は遊び人の片枠大工で、母親も家出癖があるなど夫婦喧嘩が絶えず、10歳の時に両親が離婚すると父親に引き取られ、その後父親が17歳の少女を妊娠させ再婚したことで、4、5歳しか変わらない義母と同居することになったが、その環境に馴染めず、やがて折り合いが悪くなっていった。そのことがきっかけで少女 E は児童養護施設に入所することになり、中学を卒業後に美容室で働き始めたが、半年足らずで辞めると不良仲間と交友を始め、シンナーを吸うようになった。その後16歳の時にスナックでホステスとして働き始め、その店で客として来店していた青年 C と交際を始めたことで、主犯格 A とも知り合い、やがて主犯格 A の丈夫となり、 A の実家で一時期同居生活を送るなどしていた。少女 F。 少女 F は1970年に名古屋市で生まれ、幼い頃から両親が目の前で激しい夫婦喧嘩をする家庭で育ったこともあり、親子間の親密な交流は乏しかったという。そんな少女 F は小学校時代から友人に対して支配的で自己中心的に振る舞う傾向があったとされ、中学校時代には授業妨害や他校の生徒への暴力などの問題行動を起こしていた。そして中学卒業後は調理師専門学校に通っているが、卒業しても就職はせず、昼と夜の逆転の生活を送っていたため、母親と口論の末に家出をすることになり、不良仲間とシンナーを吸うなどしていたところ、少年 D と知り合い、その後主犯格 A とも知り合った。集団暴行。事件前日2月22日午後10時頃、被害女性 S さんは勤務先から帰宅すると、家族に女友達のところへ行くかもしれないと言い残して、父親が所有する車で外出したが、S さんは女友達の家には立ち寄らず、同じ理容店に勤務する被害男性 M さんを迎えに行き、ドライブに出かけ、同日午前4時30分頃、大高緑地公園の第一駐車場で車を停車していた。当時の大高緑地公園は、夜になると暴走族が集団で暴走するような場所で、死亡事故も発生していたため、公園内の道路を夜間は封鎖する処置が取られていたが、S さんの車が止められていた第一駐車場は夜間でも出入り自由で、週末の夜はアベックの車や暴走族風の若者たちが頻繁に出入りしていたという。一方、この日少年ら6人は、主犯格 A が所有する車と少年 D が組事務所から借りてきた車の2台に分乗し、日付が変わった23日午前2時30分頃と午前3時30分頃に、名古屋市の金城埠頭でアベックが乗る2台の車を襲撃し、2人に暴行を加えて約10日ほどの怪我を負わせた上、現金など8万6000円余りを強奪して逃走しており、犯行で得られた金品が少なかったことから、少年らは次のターゲットを求めて大高緑地公園の第一駐車場に向かった。同日午前4時30分頃、少年らは駐車場に到着し、 M さんらが乗った車を発見すると、その車の右後方と左後方に車を停車させて退路を塞ぎ、少年 B が木刀を持って車から降り、運転席の窓ガラスを叩きながら M さんに降りてこいと怒鳴りつけたところ、車が急に後退し、少年ら2台の車に衝突した。そして M さんが車から降りてきたところ、少年 B は木刀で M さんの頭上部や腕、腹部などを殴りつけ、続いて主犯格 A が鉄パイプを持ち出し、青年 C、少年 D、少女 E は木刀を持って車から降りてくると、運転席付近やライトなどを叩いた上、さらに木刀で M さんに暴行を加えた。その後、主犯格 A らは M さんに対し、よくも車を破壊したな。金はいくらある？などと因縁をつけ、M さんから現金1万円を奪った後、車の屋根に登って、鉄パイプで車体を叩きつけた。そしてさらに、少女 E と少女 F は、助手席にいた S さんの髪の毛を掴んで車から引きずり下ろし、木刀で殴るなどの暴行を加えた後、裸になれ
と言って上半身を裸にさせると、少年らは次々と S さんに乱暴した。その後も少年らは常軌を逸した凄惨な暴行を加え、S さんが泣きながら、やめて、やめて。と懇願するも、少女 E は、バカ野郎、ブリックするんじゃない。と言いながら、背中にタバコの火を押し付け、髪の毛を焼くなどした。こうした一連の暴行は2時間ほど続き、少年らは M さんらをその場に置いて逃げようと考えたが、警察に通報されるとまずいと考え直し、主犯格 A の車に S さんを、少年 D の車に M さんを乗せて現場を離れた。最悪の決断。 M さんと S さんを車に乗せた少年らはドライブインなどに立ち寄るなどしていたが、青年 C は眠いとの理由で自宅に帰ったため、5人で名古屋市内を徘徊していた。24日午前2時30分頃、主犯格 A が少年らに対して、顔を見られているので殺すしかないと伝え、殺害場所を墓地に決め、同日午前4時30分頃、愛知県長久手町の墓地に到着した。そこで少年らは、車内から M さんを下ろして、両手をロープで縛った上、口にガムテープを貼り付け正座させると、M さんの首にロープを巻きつけ、ロープの端を主犯格 A と少年 B が持つと、M さんが、やめてください。助けてください。と哀願したが、それを無視し、左右からロープを強く引っ張って、約20分間にわたって首を絞め続けて、窒息死させた。その後、M さんの遺体を主犯格 A の車のトランクに入れて現場を離れると、名古屋市内に戻り、青年 C と少年 D らと合流して、M さん殺害を報告した後、今度は S さんを殺害するために、三重県の山林に向かうことを決めたが、少年 D は組関係の用事があったため、残り5人と S さんが車に同乗し、トランクに M さんの遺体を乗せたまま出発した。翌25日、午前2時頃、現場に到着すると、約1時間かけて遺体を埋める穴を掘った後、主犯格 A が S さんを下着1枚にしてタオルで目隠しをし、掘った穴の近くに S さんを連れて行き、体育座りの形で座らせると、主犯格 A と少年 B が S さんの首にロープを巻きつけ、M さんの時と同様に両端をそれぞれ引っ張って、約30分にわたり首を絞め続け絞殺し、二人の遺体を掘った穴に入れると、少年らは現場から車で逃走した。その後、少年らは名古屋市内に戻ると、証拠隠滅の目的で、犯行に使用したロープや衣服、免許証などを川に投棄したが、実はこの時すでに、警察は少年らの行方を追っていた。事件発覚。警察は、2月23日未明、金城不当事件の被害者の目撃証言などから、暴走族風の男女6人組が事件に関与した疑いが強いとして、その行方を追っていたところ、大高緑地公園第一駐車場を通りかかった通行人から、フロントガラスが割られた車が駐車してあるとの通報が入った。警察が現場に駆けつけると、その車は窓ガラスなどが割られた上に、車体が激しく損傷しており、現場には血痕が付着した下着や、車のキー、財布、ハンドバッグなどが散乱していたため、車の所有者を調べたところ、S さんの父親が所有する車と判明し、それと同時に、S さんと M さんが22日夜から行方不明になっていたことも分かった。このことから、警察は二人が何者かに襲われ、連れ去られた可能性が高いとして、詳しく調べたところ、S さんの車の後部バンパーに付着した塗膜片などから、金城不当事件で目撃された車と酷似していることが分かり、同一犯の犯行とみて、逃げた車の行方を追った。その結果、26日昼過ぎ、主犯格 A 宅付近で追っていた車と酷似する車が路上に駐車されているのが捜査員によって発見され、この車の所有者が主犯格 A と判明したため、捜査員は主犯格 A 宅に向かった。同日、午後2時頃、捜査員が主犯格 A 宅に向かうと、部屋にいた主犯格 A を含む5人がいたため、任意同行を求め取り調べを行った結果、5人は犯行を自供したため、翌27日未明に、5人を強盗致傷、殺人、死体遺棄の容疑で逮捕し、後日その場にいなかった少年 B も逮捕され、供述通り M さんと S さんの遺体が発見された。
裁判とその後。1988年7月18日、名古屋地裁で少年ら6人の初公判が開かれ、検察側から残忍な犯行の状況が次々と明らかにされ、青年 C を除く5人は容疑を全面的に認めたが、青年 C は M さん殺害時、犯行には加わっておらず、現場にも行っていないとして、起訴事実の一部を否認した。翌1989年6月28日、判決公判が開かれ、主犯格 A に対して裁判所は、犯行は冷酷極まりなく、遊ぶ金欲しさから何ら落ち度のない男女を襲って殺した犯行は、計画的で模倣性が強く反社会的、自己中心的だと厳しく断じ、求刑通り死刑を言い渡すと、主犯格 A は判決を不服として控訴し、1990年9月12日、名古屋高裁で控訴審判決が開かれ、更生の可能性が残されているとして、無期懲役に減刑された判決が言い渡され、確定した。少年 B に対しては、本来ならば死刑を選択すべきとしながらも、犯行当時18歳未満だったため、少年法の規定により無期懲役が言い渡され、弁護側は控訴せず、判決は確定した。青年 C は無期懲役の求刑に対し、懲役17年の判決が言い渡されると、判決を不服として控訴し、名古屋高裁での控訴審判決では、懲役13年の判決が言い渡され、判決が確定している。また、少年 D は懲役15年の求刑に対し、懲役13年の判決。少女 E と F には、それぞれ求刑通り、5年以上、10年以下の不定期刑が言い渡され、弁護側は控訴せず、それぞれ判決が確定した。こうして、6人の少年らの判決が確定したことで、事件は幕を閉じ、主犯格 A と少年 B は現在も服役中となっているが、青年 C、少年 D、少女 E、少女 F はそれぞれ刑期を終え、出所しているとされている。この事件は一言に胸クソですが、改めて少年法とは何なのか、更生とは何なのかを感じさせられます。前提として、誰に殺害されようとも、命の重さは変わらないため、年齢によって罪の重さに違いがあることは、やはり納得できません。社会経験も少なく、その場の感情で犯罪に走る未成年犯罪は、時に成人の事件よりも残酷で、凄惨な事件もあるため、本来死刑であるべき犯罪が、年齢というだけの壁によって、罪が軽減されることは、遺族に二重の苦しみを与えていると言っても、過言ではないと感じます。そして、今回の事件でも感じたことは、やはり幼少期の家庭環境が人格形成に大きく影響していることが伺えます。しかし、同じような環境でも非行に走らない子供も多くいるため、犯罪者になるケースとならないケースの分かれ道がどのようなものなのか、大人が理解することによって未成年犯罪者を減らすことができるのであれば、それらをデータ化し、私たち大人が理解度を深めることが重要なのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる未成年犯罪者のその後は、綾瀬女子高生殺人事件を起こした元少年の4人です。この事件は1980年代後半に多発した凶悪な少年犯罪事件の一つですが、拉致した女子高生を40日間も監禁し、集団で暴行した上、なぶり殺しにするといった犯行内容は、犯罪史上類を見ない残虐さとも言われ、少年法改正への契機ともなった事件です。また、実行犯の4人中3人が、出所後に再犯で逮捕されていることから、当時の判決や少年法に対する懐疑的な見方が多い事件とも言われています。一体、この少年らは事件後にどうなったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1989年3月29日、東京都江東区若洲の埋め立て地に放置されたドラム缶からコンクリート詰めにされ、腐乱した遺体が発見された。司法解剖の結果、この遺体は前年11月末に捜索願いが出され、行方不明になっていた埼玉県三郷市に住む女子高生 F さん、当時17歳であることが分かった。その後の捜査で逮捕された容疑者は、
主犯格で無職の少年 A 当時18歳と同じく無職の少年 B 当時17歳、そして少年 C 当時16歳と少年 D 当時17歳の未成年4人だった。この逮捕のきっかけとなったのは1988年11月に江東区で36歳の女性と7歳の長男が自宅マンションで殺害され現金が奪われた強盗殺人事件について、警察が別件の容疑で逮捕されていた少年 A と少年 B に聴取を行い、人を殺しちゃダメじゃないかと釜をかけたところ、少年 A が勘違いしてすみません殺しましたと口走ったことで新たな事件が発覚し、供述通り埋め立て地に放置されたドラム缶の中から遺体が見つかったことだった。そしてその後の調べで警察も耳を塞ぎたくなるようなおぞましい犯行の全貌が明らかとなった。その犯行内容とは、1988年11月25日夜、少年 A と少年 C は通行人を狙ってひったくりや若い女性への乱暴を企み、埼玉県三郷市の路上を原付バイクに乗って徘徊していた。そこへ偶然アルバイト帰りの自転車に乗った当時女子高生の F さんが通りかかったため、少年 A は少年 C に F さんの自転車にバイクで接近して蹴り倒すよう指示し、少年 A は少年 C とは無関係を装い助けるふりをして転倒した F さんに近づき、今蹴飛ばした奴は頭がおかしいんだ、危ないから送ってやると言って信用させると、少年 C の報復を恐れた F さんは言われるがままに少年 A のバイクの後ろに乗り、近くの倉庫に連れて行かれた。すると少年 A は突然豹変し、実は俺も仲間でお前を狙っているヤクザだ、俺は幹部だから言うことを聞けば命だけは助けてやる、声を上げたら殺すぞと脅迫し、ホテルへ連れ込んで乱暴し、その後東京都足立区綾瀬にある少年 C の自宅へ彼女を連れて行った。少年 C の自宅は1階に両親が住み、2階に少年 C と少年 C の兄の部屋があり、F さんはその日から約40日間にわたって少年 C の部屋に監禁されることになった。この少年 C の部屋は両親が共働きで留守がちであったことや、家庭内暴力で子供を恐れていたことなどから非行少年のたまり場となっており、少年らは玄関を通らず昼夜を問わず電柱を伝ってベランダから部屋に出入りしていた。実は逮捕されたのは少年4人だけだが、F さんの暴行に加わった少年は10人以上いたとされ、 F さんは何度も脱出を試みるがその都度連れ戻され、12月上旬にはこの家の電話から110番通報をしているが、途中で見つかり切られてしまい、このことがきっかけでさらに凄惨な暴行が始まった。それら数々の常軌を逸した暴行はあまりに描写がひどいため割愛させていただくが、 F さんが自らもう殺してよと泣き叫ぶほど凄惨なものだった。こうした数々の暴力を F さんは連日にわたって受け、さらに食事や水も満足に与えられなかったことから次第に衰弱していくこととなった。一方 F さんが帰宅しないことを心配した家族は警察に捜索願いを出していたが、少年 A はそれを予測してか F さんに自宅へ電話をかけさせ、もうすぐ帰ると言わせるなどの工作を図っている。また少年 C の両親は何度か F さんを目撃しているが、息子の家庭内暴力を恐れるあまり積極的な関わりを避けており、母親は F さんに早く帰りなさいと声をかける程度で、父親に至ってはガールフレンドか俺にも紹介しろよなどと息子にへつらっていたという。そして栄養失調と暴行によって立ち上がる体力をなくした F さんを少年らは次第に厄介な存在と考えるようになり、この頃から遺体の処理方法を相談し始め、ついに年が明けた1月4日、F さんが死亡してしまったため、少年ら4人は F さんの遺体をドラム缶に入れてセメントを流し込み、頭までコンクリート詰めにした上でトラックで埋め立て地へと運び、遺棄した。その後の裁判で、少年 A は無期懲役の求刑に対し、懲役20年となり、その他の3人は全員が不定期刑となったことで、世間では事件の残虐性に対してあまりにも罪が軽いのではないかと物議を醸すこととなった。それぞれのその後、
このような日本全土を震撼させる凶悪な事件を起こした少年4人は少年法に守られていたため、2000年代には全員が出所していることが確認されている。出所後の4人については少年 A と少年 B が保護司と養子縁組しており、それぞれ改名しているが、出所後に再犯を犯しているなど全く反省を感じさせない者がいることで、再び世間でも話題となった。主犯格、元少年 A。 小学校の卒業文集で将来の夢を少年院の院長と綴っていた元少年 A は、服役中はいわゆる模範囚で、2004年頃には20年に満たない刑期で仮出所する可能性もあったが、社会的に性犯罪の事件がいろいろと問題になっていた影響や、元少年 B による再犯がその頃に発覚したこともあり、その可能性は完全になくなったという。2009年に出所した元少年 A は、当時関西地方に住んでいた保護司と養子縁組して名前を改名し、新たな生活を始めたが、2013年に無作為に個人宅へ電話して、パチンコ必勝法の情報料名目で現金を騙し取る振込詐欺メンバーの末端として逮捕されている。この事件では元少年 A が完全黙秘を貫いたため不起訴となっている。その後も更生することはなく、マルチ商法に手を染めるなどしていた元少年 A は、2017年にある雑誌で近況が掲載され、キックボクシングジムに通い、体を鍛え、高級時計や高級外車を乗り回すなどの羽振りのいい生活を送っていたとされている。この雑誌に掲載された元ネタは、元少年 A の弟分からの情報提供だったとされており、暴力団的な組織に身を置いているのではないかとも囁かれたが、名前をいくつも変えているため今現在の消息は分かっていない。ちなみに元少年 A の家族構成は、事件当時父親が証券会社の外務員で、母親はピアノ教室の講師、当時11歳の妹がいたとされ、母親は新興宗教にハマっていたという。事件後、両親は共に仕事を辞め、自宅を売り払い、5000万円の慰謝料を支払ったとの情報がある。元少年 B。1999年8月に出所した元少年 B は、服役中にコンピューター関連の技術を身につけていたため、保護司と養子縁組して改名後に、母親と同居しながら、コンピューター関連の企業で働いていたが、素性を隠し通すことは困難で、旧姓や前科はすぐに周囲に知られるようになった。その後、暴力団員となった元少年 B は、全く反省することなく、むしろ事件のことを武勇伝のように周囲に語っていたという。2002年頃には、日本国内で素性を隠して仕事に就くことは難しいと考え、中国籍の女性と結婚し、中国に渡ることを模索していたとされているが、2年後の2004年に離婚したことで、ついえてしまったとの情報がある。そして2004年5月、元少年 B は、知人男性が自身の片思いする女性にちょっかいを出しているとの妄想被害を抱き、路上で襲撃して拉致するという三郷市逮捕監禁致傷事件を起こし逮捕されているが、この男性を監禁中に綾瀬女子高生殺人事件に関与していたことをほのめかして脅すなど、罪の意識など全くない様子で語り、さらに、俺は警察を騙すことも丸め込むノウハウも知っている、だからまた入ってもすぐに出てこられるとの発言もしていたという。その後の裁判で懲役4年の実刑判決が下り、再び服役した後、2009年に2度目の出所した後は、元少年 B の足取りは不明となっているが、一部の噂では大阪府内に住み結婚して子供がいるとの情報がある。ちなみに元少年 B の家族構成は、父親は女を作り別居しており、母親が水商売で一家を支えていたとされ、妹がいたという。また元少年 B の母親は、事件後すぐに埼玉のマンションを購入しており、ネット上には住所が晒され、被害者遺族への慰謝料は50万円ほどしか支払っていないとの情報がある。元少年 C。 足立区内の名門中学出身だった元少年 C は、出所後に運送会社で働きながらムエタイ選手としてプロデビューしたものの、2試合で未勝利という成績でうまくいかず、その後は自分の過去が周りに知られるようになり、無職の状況が続いていた。ちなみにムエタイ選手だった頃、観客にコンクリというあだ名で呼ばれていたとの情報もある。また
2006年頃にルーマニア国籍の女性と結婚し、娘もいるという情報もあるが、裏付けができる記事が存在しないことから、信憑性については不明となっている。そんな元少年 C は、2018年8月、埼玉県川口市の同じアパートに住む当時32歳の男性会社員と駐車場で口論となり、所持していた警棒やナイフで襲撃をし、殺人未遂容疑で逮捕されている。その後の裁判では、前科があるにもかかわらず、懲役1年6ヶ月、保護観察付きの執行猶予3年という判決が下されたことから、納得できないとの声も上がったが、元少年 C の現在の消息については不明となっている。元少年 D。 この元少年 D については、当時の実行犯4人の中で唯一再犯の情報もなく、出所後は精神を病んで引きこもりになっているとの噂があるだけで、現在の消息などは全く分かっていない。元少年 D の両親は仲が悪く、幼少期に離婚していたとされ、その後間もなくして父親は交通事故で死亡したとの情報がある。また母親は元美容師だったが、離婚後に生活保護を受けながら時計部品の工場でパート勤務していたとされ、理由は明らかにされていないが、元少年 D は少年院に入っていたことがあり、そこでは他の少年からいじめや暴行を受けていたことが明らかになっている。この事件は国内史上類を見ないほど残酷な事件として多くの方が記憶していると思いますが、改めてこの事件を振り返ると今でも強烈な怒りと悲しみが込み上げてきます。さらに憤りを感じることは、加害者家族たちが被害者の実家へ謝罪にすら行かず、元少年 C の母親に至っては息子の人生を狂わせたと被害者を逆恨みしており、周囲に被害者を誹謗中傷する言葉を漏らしていたというものです。無残に殺害された F さんはあと半年もすれば高校を卒業し就職することが決まっていたため、これから社会人として希望に満ちた新たなる第一歩を踏み出そうとしていたことを考えると、その未来を虫けらのごとく奪った犯人には言葉は悪いですが殺意が芽生えるほどの怒りを感じます。そして逮捕された元少年のうち3人もが再犯を犯していることが、まさに少年だからといって更生されるわけではないことを立証しているのではないでしょうか。皆さんはこの元少年らにどんな印象を感じたでしょうか。皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは一斗缶死体遺棄事件です。この事件は犯人の男が妻と長男の死体を遺棄したとして逮捕された事件ですが、男は死体遺棄罪は認めたものの、殺人については否認を貫いたまま刑は確定しており、真相は謎のままとなっています。妻と長男の死因は一体何だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2011年8月14日午前7時半ごろ、大阪市天王寺区にある東神津公園でボランティアの清掃活動をしていた男性から、一斗缶の中に人のようなものが入っていると110番通報があり、捜査員が確認したところ、一斗缶の中に人の頭部が1つと足のサイズが異なる右足首が2つ入っているのが発見された。同日午後1時半ごろ、今度は一斗缶が発見された公園から西へ約100メートル離れた路上で匂いがする缶があるとの通報があり、捜査員が現場に駆けつけると、またも一斗缶の中に人の手首などの遺体が入っているのが確認された。さらに翌15日には、二つ目の一斗缶が発見された現場の向かいにあるマンションのゴミ捨て場付近で、数日前に不法投棄の連絡を受けて大阪市が回収していた一斗缶にも、人の左足首が一つ入っていることが判明した。その後の調べで、これらの遺体は、2006年に家出人捜索願いが出されていた元派遣社員の女性 A さん、当時47歳と、A さんの長男で失踪当時大学3年生だった N さん、当時21歳であることが判明し、警察の捜査の結果、A さんの夫で無職の男 F、当時57歳を死体遺棄の容疑で逮捕したが、F は殺人について否認を貫いた。この事件は状況証拠のみで殺人罪が認定されるかが争点となり、判決結果に世間の注目が集まるとともに、
家族を殺害した動機にも注目が集まったが、裁判は混迷を極めることとなっていった。事件の発覚。この事件が発覚したきっかけとなったのは、都会の真ん中に放置された3つの一斗缶だった。天王寺区の東神津公園で最初に発見された一斗缶は、通報の3、4日前から目撃されており、公園の植え込みに立てかけるように置かれ、蓋を開けると強烈な異臭を放っていたとされ、中に入っていた A さんの頭部と2つの右足首はかなり腐敗が進んでいたという。2つ目に発見された一斗缶は、東神津公園から西へ約100メートル離れたコインパーキング脇の電柱付近に放置され、同じく異臭を放ち、同一人物とみられる左右の手首や肋骨などが細かく刻まれて入っていた。最後に発見された一斗缶の中には、左足首が1つと数種類のビニール製の緩衝材などが入れられており、3つの一斗缶はそれぞれ蓋にビニールテープが巻かれ、脱臭剤が入れられていた。また一斗缶の側面には薬品名と富山市の薬品製造会社が記されたラベルが貼られており、緩衝材は神戸のメーカーが製造し、大阪市の製薬会社が仕入れていたことが判明し、後の調べでこの製薬会社は A さんの夫である F の元勤務先であることが分かっている。そして遺体の身元が判明すると、警察は A さんの夫である F が何らかの事情を知っている可能性があるとみて事情聴取を行い、F が遺体を保管していたことを認める供述をしたため、 F を死体遺棄容疑で逮捕したが、殺人について認めることはなかった。取り調べの中で F は2006年4月頃、妻と長男の遺体を自宅と勤務先で切断し、4個の一斗缶に分けて入れた。2009年4月末に製薬会社を退職するまで勤務先や自宅で一斗缶を保管していたと供述したため、残りの1つを探したが、4つ目の一斗缶はゴミとして回収されていたことが判明した。しかし、4つの一斗缶に2人の遺体が全部収まったとは考えにくいとの見方があり、N さんの頭部を含めた残りの遺体がどこかで放置されている可能性が高いとして捜索を行ったが、結局、残りの遺体を発見することはできなかった。F の供述。死体遺棄を認めた F は、1996年12月から2009年4月まで大阪市内の製薬会社で勤務し、商品の在庫管理や発送、ゴミ置き場の管理などを担当していた。F の供述によると、2006年4月頃、2人の遺体を自宅で切断してから勤務先に運び、一斗缶が2個入る大きさの段ボールを特注して勤務先の保管庫に保管していたと話し、他の商品も段ボールに入れられた状態で保管されていたため、誰にも気づかれずに退職するまでの約3年間保管できたとも話した。そして F は2009年4月に退職する際、タクシーで一斗缶を家に持ち帰ったと供述し、その後病気で入院することが決まり、入院中に一斗缶の存在がバレると思い、7月下旬に4つの一斗缶をバラバラの場所に捨てたと供述した。また2人が死亡した経緯については、2006年4月10日の夜に帰宅すると、布団の中で足元に大きなハンマーを置いた長男が死亡しており、浴室内で妻が手首を切って倒れているのを発見したため、妻が長男と無理心中したと思ったと述べ、死体を遺棄した理由については、修学旅行で不在だった次男に二人が死亡したことを伝えたくなかったと述べ、死体遺棄罪は認めたものの、殺人については否認を貫いた。執念の起訴。警察は F が二人を殺害した疑いが強いとみて、殺人容疑での立件に向けて裏付け捜査を進めたが、F が逮捕時に住んでいたマンションの家宅捜索では、血痕や一斗缶が置かれていた形跡は発見されず、室内に遺体を保管できるような冷蔵庫なども見当たらなかったため、二人の殺害につながる直接証拠は乏しいまま、捜査は難航した。また、A さんの頭部の司法解剖の結果、殴られたような複数の陥没骨折があったが、致命傷になるほどの傷ではなかったことが分かり、死亡推定時期については、遺体が冷凍保存されるなどしていた場合は、死亡して数年経過している可能性もあるとの見解が示され、死因や殺害方法も不明のままだった。しかし、その後の捜査で、F が事件の1年前に引っ越していたことが分かり、当時の自宅マンションから長男である N さんの大量の血痕が見つかり、さらに F が消費者金融などから数百万円の借金があり、返済に追われていたことや、金銭面で家族とトラブルになっていたことなどが発覚したため、これらの状況証拠を積み重ね、F を殺人容疑で再逮捕した上、起訴に踏み切った。
そして殺人を完全に否認する F について裁判所がどのような判断を下すのかに世間の注目が集まった。混迷を極めた裁判。2013年6月18日、大阪地裁で初公判が開かれ、殺人と死体遺棄の罪に問われた F は、死体を遺棄したことは認める一方、殺人は犯していませんと殺人罪については否認した。検察側は、遺体をバラバラに解体するなど、二人の死を徹底的に隠し続けたことは、二人の死亡に関わったことを示していると主張し、消費者金融の借金返済のため、無断で保険を解約したことが妻にバレるのを恐れていたなどとして、殺害の動機もあったと指摘した。同年7月17日、判決公判で裁判長は、遺体を解体して捨てた行為を、極めて異常で犯行を隠すためと考えなければ合理的に説明がつかないと指摘し、犯行の経緯や動機は不明だが、死者の尊厳を踏みにじる行為で、相当重い刑で望むほかないと述べ、さらに現場から長男 N さんの大量の血痕が発見されたことなどから、それ相応の暴行があったと推認し、長男 N さんへの殺意を認定する一方、妻 A さんについては、暴行の対応を推認させる証拠はほとんどなく、殺意があったとは断定できないとして、A さんについては殺人罪ではなく、傷害致死罪を適用し、無期懲役の求刑に対し、懲役28年を言い渡した。その後、弁護側の控訴が棄却されたため、刑が確定しているが、結局、裁判でもこの事件の動機は解明されることなく、真相は謎のまま幕を閉じている。この事件は結局、妻である A さんの殺人は認められませんでしたが、状況的に見ても F が殺害したことに間違いないと感じます。しかし、証拠の観点から見ると、殺人を立証できるほどの証拠がなかったことは理解できるため、判決としては妥当なのかもしれません。ある大学教授は、状況証拠だけで判断する場合、推測が入り込んで有罪の方向に流れやすい。証拠は犯行の前後からバランスよく集める必要があると指摘した上で、今回は血痕などの有力な客観証拠が限られており、動機や犯行対応も不明のままだった。被告が犯行に関わったとまでは断定できないと語る一方、もやもやしたものは残ると話しています。またこの犯行は、遺体をバラバラにして勤務先の倉庫に保管するなど、一見かなり計画的にも見えますが、最後は人目につきやすい自宅の近所に遺棄していることからも、短絡的な側面を強く感じるため、おそらく殺害動機も衝動的かつ短絡的な要因だったのではないでしょうか。そして私がこの事件で気になることは、長男 N さんの頭部が発見されていないことです。大人二人の遺体が一斗缶四つに入るとは思えないため、どのようにして遺棄したのか非常に気になります。判決が確定したことで、この事件の真相が明かされることはないと思われますが、被害者の供養のためにも F が真実を語ることを願います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは新潟連続レイプマ殺人事件です。この事件は複数の女性に対する性的暴力などの罪で刑務所に服役中の受刑者の男がある未解決事件の容疑をかけられ、服役中にもかかわらず異例の裁判が行われた事件です。また裁判では一旦処罰された罪については再度処罰されないという二重処罰の禁止でも注目され、世間の関心を集めました。服役中の受刑者に容疑がかけられた未解決事件とは一体どのような事件だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2013年8月から同年12月にかけて、新潟県新発田市で女性4人が面識のない男に無理やり性的暴力を加えられるなどして、うち1人が殺害される事件が発生した。その後の捜査で柴田市に住む電気工事作業員の男 K、当時31歳が容疑者として浮上し、警察はこの男を逮捕起訴したが、K は身に覚えがないとして無罪を主張したため、最高裁まで判決はもつれ込み、2018年に無期懲役が確定し、K は岐阜刑務所に服役していた。ところが、この K という男の罪はこれだけではなかった。K が服役中の2020年、事件当時、二十歳の女性に対して性的暴力を加えた上で殺害した容疑でも逮捕され、服役中ながら殺人の罪などで起訴され、再び法廷で裁かれることになった。
このことから一旦処罰された罪については再度処罰されないという二重処罰の禁止があるため、再犯の多い性犯罪に対して裁判所がどのような判決を出すのかに注目が集まり、その判決が物議を醸す結果となったことで、様々な問題点がクローズアップされることとなった。K の生い立ち。一連の事件で逮捕された K は沖縄県石垣市で生まれ、中学生の頃は父親の影響もあって野球部に所属し、エースとして活躍していたほか、足が速かったことから地区の陸上大会に出場するなど、スポーツ万能な少年だった。中学時代の同級生は当時の K について、クラスの中にいる騒がしい男子の一人という感じで、授業中に先生に注意されることはあったが、特に不良ということはなく、顔も悪くないので人気はあったと語っているが、一方で K の母親の証言によると、子供の頃から親の金や他人の金を盗むなどを繰り返し、手に負えない状況だったという。その後、中学を卒業した K は地元の高校に進学したものの、半年ほどで退学すると風俗店の従業員として働くようになり、ある時些細なトラブルが原因で友人宅に放火したことで、2002年に放火未遂で保護観察付きの判決を言い渡されているが、執行猶予中にもかかわらず、2003年に強姦致傷や放火などの犯行を重ね、執行猶予の判決が取り消されると、2004年10月から約8年間服役することとなった。その後、2012年に出所した K は一度宮城県に移り住んでいるが、そこでも窃盗などを繰り返し、2013年7月から新発田市に移り住むと、面識のない女性ばかりを狙って犯行を重ねていった。数々の犯行。2013年8月2日午後9時30分過ぎ、 K は新発田市の商業施設の駐車場で車を発進させようとしていた30代女性の車に近づき、運転席のドアを開けて刃物を突きつけ、助手席に行けなどと脅して女性を助手席に移動させると、 K は運転席に乗り込んで場所を移動させた後、服を脱げ、静かにしろ、殺すぞなどと脅して車内で乱暴し、翌3日にも同じ駐車場、同じ手口で10代の女性に乱暴している。同年11月22日午後9時30分頃、 K は新発田市内に住むパート従業員の女性、当時22歳が自宅から歩いて友人宅に向かっているところを刃物で脅し、自らの車に連れ込み乱暴し、その後殺害した上で新発田市内の藪の中に T さんの遺体を遺棄しているが、殺害に至った動機などは K の口から語られることはなかった。さらに同年12月6日、 K は20代女性が運転する車に無理やり乗り込み、首を絞めながら、言うことを聞かねえと殺すっけなぁなどと脅しているが、この時は女性に抵抗されたため未遂に終わっている。これら4人の女性に対する強姦致死や猥褻略取などの罪で逮捕起訴された K の裁判は、真相が語られることなく無期懲役判決で幕を閉じ、 K は服役していたが、その裏で警察はある未解決事件にも K の関与が疑われるとして捜査を進めていた。服役中の逮捕。2014年1月15日午前4時頃、新発田市に住む会社員の女性 A さん、当時20歳が仕事のために車で自宅アパートを出た後、乗っていた車ごと行方不明になるといった事件が発生した。同日午前8時30分頃、新発田市内の山間部で通行人が道路から転落して木に衝突している A さんの車を発見したが、車内に A さんの姿はなく、鑑識を行った結果、車のハンドル部分から微量の血痕が見つかり、 A さんと K の混合 DNA 型が検出された。このことから警察は K が事件に関与した疑いが強いとみて捜査を進める一方、 A さんの行方を追っていたところ、事件から約3ヶ月後の同年4月3日、車が発見された場所から350メートルほど離れた小川で A さんの一部白骨化した遺体が発見され、遺体の状況から何者かに乱暴された形跡が見つかった。その後、警察は慎重に調べを進めた結果、 K の容疑が固まったとして、2020年2月5日服役中の K を殺人の容疑などで逮捕した。警察の見立てによると、事件当日1月15日明け方、 K は A さんの運転する車に無理やり乗り込み、
A さんを車ごと拉致した上で無理やり乱暴し怪我を負わせた後、同日午前8時頃までに新発田市内の小川内もしくは竹藪内で A さんの顔面を水中に水没させるもしくは頸部を圧迫するなどして溺死あるいは窒息死させたと見ていたが、 K は一貫して容疑を否認したため、異例ともいえる服役中の受刑者に対する裁判に世間の注目が集まった。注目の裁判。2022年10月17日新潟地裁で服役中の K の初公判が開かれ、起訴内容について K は全く身に覚えがありませんと否認したことから、 A さんが何者かに殺害されたという事件性と K の犯行なのかという犯人性について争われた。冒頭陳述で検察側は事故や自ら命を絶った可能性を否定し、事件性があるとしたほか、犯人性については K の行動などから K が犯人と考えていると主張したが、防犯カメラや自白などの直接証拠がないため状況証拠を重ねて立証する考えを示した。一方弁護側は、明らかになっているのは A さんの車と遺体が見つかったことだけだと主張し、 A さんは元交際相手との関係に悩み自ら命を絶った可能性も捨てきれないと指摘し、検察側と全面的に争う姿勢を示した。同年11月7日論告休憩で検察側は、犯人は確定的殺意を持って被害者を殺したとして事件性があると述べ、 A さんの殺害時刻頃に現場近くにいたのは K 一人しかいないとして K が犯人であると主張し、遺体の状況などから K の関与があったとした上で犯行の悪質さを訴えて死刑を求刑した。さらに検察側は、憲法39条に定められている二重処罰の禁止について最高裁が寛容な姿勢を示した判例を引き合いに出し、全く過去の事件を考慮しないというのは適切ではないと主張し、二重処罰の禁止には当たらないと述べた。一方弁護側は、K が傷を負わせたとは断定できないと述べた上で、 A さんの死亡は事故や持病が原因の可能性があるとして無罪を主張し、最後まで争う姿勢を崩さなかった。主文後回し。2022年11月18日判決公判が開かれ、裁判長が主文を後回しにしたことで傍聴席は死刑判決を予測してざわついた。裁判長は判決理由について、 A さんの車から検出された DNA 型は A さんと K のものと言える上、現場付近で K を見たという目撃者の証言から常識的に考えて K が犯人と認められると述べた上、A さんに落ち度はなく強い殺意に基づく犯行だったことは明らかで身勝手極まりない、 A さんの恐怖や絶望は筆舌に尽くすことができず結果は重大と述べた。また K の無期懲役が確定していた過去の事件についても触れ、常習性が非常に高いとした上で犯行への関与を否認するなど反省の情が見られないと厳しく非難し、一方で遺族の死刑を望む気持ちは厳粛に受け止めなければならないが、過去の同じような事件はほとんどが無期懲役で死刑を選択することはできないとして主文は後回しにされたが、K に無期懲役を言い渡した。そして争点だった事件性と犯人性については全面的に検察側の主張を認めた。こうして判決を言い渡した裁判長は最後に K に対し、強い非難の気持ちを持っている遺族の気持ちを真摯に受け止めてほしいと語りかけ、裁判は閉廷した。しかしその後、同月30日に検察側は、K が起こした過去の事件への考慮も含め、全般的に量刑に不服があるとして控訴し、一方の弁護側も、無罪であることの主張に変わりはないとして、同日控訴したことで、今後の裁判の行方に、さらなる注目が集まっている。今回の事件で注目された二重処罰の禁止について検察側が引き合いに出した事件は、2001年大阪市内の薬局で経営者の女性が殺害されて現金が奪われる事件に関し、別の強盗殺人事件で無期懲役が確定していた被告が容疑者として浮上し服役中に逮捕された事件です。この事件は最終的に最高裁まで争われた結果、最高裁は確定した事件を今回の犯行に至る経緯などとして考慮することは許されるとの考え方を示し、
二重処罰の禁止に関する新たな判例となりました。特に今回のような常習的な性犯罪が元となる事件においては、再犯率が高いことからも、社会的に犯罪の抑止力を高めるために例外とするべきだと感じます。おそらく表に出ていないだけで、刑の余罪はまだあるような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか？皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は仙台市母親かまど焼き事件です。この事件は犯人の男が母親を焼いて死体を遺棄した事件ですが、動機や殺害方法などに世間の注目が集まりました。犯人と母親の間には一体何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2020年7月17日夜、仙台市に住む専門学校生の男 M、当時21歳とその父親が M の母親の行方不明者届を出そうと二人で警察に赴いたところ、M が母親の遺体を車で運んで燃やしたとの自供を行った。その後、M の供述に基づき捜索した結果、激しく焼けた遺体が発見され、司法解剖を行ったところ、遺体の損傷が激しく死因は特定できなかったが、DNA 型鑑定によって M の母親、当時55歳と確認できたため、翌7月18日に M を死体損壊、遺棄容疑で逮捕した。その後の調べで M は容疑を認め、母親を失踪したことにしたかったという趣旨の供述をし、遺体に何度も油をかけて燃やしたと供述したため、警察は母親を暴行した上で死亡させた疑いもあるとして傷害致死の疑いで再逮捕した。しかし犯罪事実が認められる証拠が確保できなかったとして、検察が傷害致死の罪については不起訴処分としたことで、死体損壊と遺棄のみでの罪に問われた。この事件は実の母親の遺体をなぜ燃やさなければならなかったのかという動機に注目が集まり、その後の裁判で動機の裏には社会問題ともなっているオンラインカジノの存在があったことが徐々に明らかになっていった。事件の経緯。M は二人兄弟の弟で、事件当時、3店舗の美容室を経営する母親と二人で暮らしており、父親は単身赴任で離れた場所で長男と同居していた。母親は SNS で過去に子育てで深刻な問題を抱えているとの投稿をしていたが、事件の約2週間前の7月4日には、自身の Facebook で M の髪をカットしたことを投稿していたことから、M との関係はそれほど深刻ではない様子が伺えた。しかし、事件の前年、2019年から、M はオンラインカジノをはじめ、母親の口座から無断で、総額約340万円を引き出し、オンラインカジノの支払いに充てていた。そのことで、母親と口論になり、母親は M の金の使い方について、第三者に相談するなどしていたため、二人の間には、金銭をめぐってのトラブルがあった。そんな中、2020年7月16日、M の自宅1階のリビングで M と母親が口論となり、 M は母親を手で突き飛ばした後、2階の自分の部屋に行き、友人と電話で通話をしていた。その後1時間ほどしてから M がリビングに戻ると、母親は仰向けに倒れ、目を開いたまま亡くなっていた。隠蔽工作。母親が死亡していることに気づいた M は、母親を死亡させたのは自分の行動が原因だと思い、遺体が見つからないようにするため遺体を燃やそうと考えた。 M が思いついた先は、車で自宅から約9キロ離れた名取市内の公園内にあったバーベキューなどに使われるかまどだった。そして M は車で遺体を運び、16日午後10時頃から翌17日の午前4時頃まで遺体に何度も灯油をかけて焼いたという。遺体が焼かれたかまどは、釜のようなものではなく、約50センチ角のかまどが3個並んでいるもので、M はそのうち1個のかまどを使い、オープンエアの状態で遺体に灯油をかけ、約6時間かけて焼いたと供述したが、オープンエアのかまどで遺体を焼く場合、6時間程度で骨になるまで焼くのは無理があるとの指摘があり、その後 M は供述を変え、焼け残った胴体部分はゴミとして投棄したと述べた。その後、17日夜、
M は父親を呼びつけ、母親の行方不明届を出すために二人で警察署に向かい、 M がその場で犯行を自供したことで M は逮捕された。ただ裁判でも明らかにされなかったが、成人女性の遺体を一度に入れられるようなかまどの大きさではなかったため、遺体は事前にどこかで解体されたと見られている。 M の供述では、焼け残った遺体は袋に入れ、仙台市内のゴミ集積場に遺棄し、一部は自宅にも持ち帰ったと述べているが、仮に解体してから遺体を運んだとすれば、あまりにも短時間のうちに行っているため、謎は残ったままとなっている。不可解な点。逮捕後 M は警察の取り調べに対し容疑を認め、母親を失踪したことにしたかったと話し、遺体を焼いた理由については、警察に捕まりたくなかったので、ゴミに出すのが最も見つかりにくいと思い、ゴミ袋に入れるため遺体を焼いて小さくしようと思ったと供述した。また母親が死亡したきっかけとなったのは、自分がオンラインカジノの支払いに多額の浪費をしていたことで、事件当日に口論になったことだと話し、 M の行動が母親の死亡に関わっていたことを認める供述もした。その後8月7日 M は死体損壊と遺棄の罪で起訴された後、10月29日に母親を暴行して死亡させた疑いでも再逮捕されたが、最終的に検察は犯罪事実が認められる証拠が確保できなかったとして、12月9日に傷害致死については不起訴処分とした。確かにこの事件は遺体が焼かれていることで全ての証拠が消滅しているため、暴行の形跡などを確認することは不可能となっている。しかし殺意のない事故だとすれば、遺体を隠す必要はないことから、やはり何らかの暴行を加えた上で死亡した可能性が非常に高いのではないかと指摘する声もある。また M は母親を失踪したことにしたかったと述べているにもかかわらず、わずか1日足らずで警察に出向き、犯行を自供している点も不可解だとの見方もある。オンラインカジノの闇。実はこの事件のきっかけとなったオンラインカジノは現在社会問題となっている。オンラインカジノはギャンブル性が高いのはもちろんのこと、パチンコ店とは違い、どこにいてもスマホなどで簡単に24時間いつでもギャンブルができてしまうため、依存性も高いとされている。さらにオンラインカジノは現金ではなくクレジットカードなどを通してゲームを行うため、現金が減っていくことが目に見えず、許容範囲以上の資金を使ってしまう危険性があり、気づけば多額の借金を抱えてしまうといった事例が後を絶たないという。現在日本ではギャンブル依存症の人が約500万人以上いるとも言われ、ある統計によると日本からの最多アクセス数を誇る海外カジノサイトへのアクセス数は、2018年12月には65万件だったものが、2020年11月には4983万件まで急増しているという。このような海外カジノサイトの急成長の背景にあるのが、コロナ禍によって内ごもりする人が増えたことに加え、それを狙った海外事業者によるマーケティング攻勢があるとされている。今後もウイルスなどによるパンデミックの状況が続くと、ゲーム依存症となる人はさらに増加することが予想されている。判決公判。2021年1月19日、仙台地裁で初公判が開かれ、検察側の起訴状に対して M は、間違いありません、と起訴内容を認めた。証人尋問で M の父親は、妻がどうして亡くなったのか、なぜ遺体を燃やして捨てなければならなかったのかを明確にしてほしい。罪を償った後は M の面倒を見たいと思っている。事実を話してもらいたい、と述べた。また、検察側からは母親への殺意について、首を絞めて殺したのではないか、遺体の痕跡を隠そうとしたのではないかと問われたが、 M はいいえと否定した。また M は被告人質問で、これまで家族のお金を盗んできたことについて、今後も家族のお金を盗まない自信はないと述べ、自身がギャンブル依存症であることを自覚しているかのような一面を見せている。2021年2月3日論告求刑公判で、検察側はゴミ袋や灯油などを遺体と共に車に積むなど、犯行は計画的で
生前の姿を残さないほど遺体を損壊するなど残忍な犯行などとして懲役3年を求刑した。一方弁護側は出頭当初から警察に経緯を説明し反省しているとして寛大な判決を求めた。2021年2月26日仙台地裁で判決公判が開かれ、裁判長は亡くなった人の尊厳を踏みにじる残虐な犯行と指摘した上で、母親の死亡が自分の行為によるものと考え隠蔽を図ろうとした動機は強い非難に値すると判決理由を述べ、 M に懲役2年4ヶ月の実刑判決を言い渡し、この事件にピリオドが打たれた。この事件の判決は懲役2年4ヶ月という極めて軽い判決となりましたが、やはり死亡原因については疑問が残ります。そして一番驚くことは、実の母親の遺体を躊躇なく損壊し焼いているという事実です。たとえ親子でトラブルがあったとしても、これまで育ててくれた母親に対してこのような残忍な犯行を行えるというのは精神的に正常ではないとも感じるため、M には精神鑑定などが必要だったような気がします。仮に精神に異常がなかったとすれば、オンラインカジノだけが原因ではなく、母親に対し殺意を抱くような相当な圧力が二人の間で生じていたのではないでしょうか。だとすれば、たとえ実の母親であっても、躊躇なく遺体を損壊することができたかもしれません。傷害致死の罪に問うことはできませんでしたが、やはりこの事件は殺害の痕跡を消すために、計画的に行った犯行という見方が一番納得できるような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは大阪府18歳女性大田事件です。この事件は昨年、大阪府泉佐野市の集合住宅の一室で、18歳の女性が半同棲する22歳の男に殴る蹴るの暴行を受け死亡した事件です。また男は暴行の一部始終を自身のスマホで撮影しており、公開されたその音声に世間は驚愕しました。スマホに収められた音声とは一体どのようなものだったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2023年5月9日午後6時45分頃、大阪府泉佐野市の集合住宅に住む自称自営業の男 Y、当時22歳から、自宅で交際相手の女性が呼吸しておらず冷たくなっていると119番通報があった。通報を受けた救急隊が現場に駆けつけると、 Y と同棲していた女性 T さん、当時18歳がベッドの上で仰向けに倒れ死亡しているのが発見され、司法解剖の結果 T さんは全身に160箇所以上もの殴られた傷があったほか、胸の骨や肋骨が折れているなど、死因は全身を殴られたことによる出血性ショックであることが判明した。 Y は警察の事情聴取に対し、昨晩 T さんと喧嘩になり、 T さんが刃物を持ち出したので止めようとして10発から20発殴った、1時間くらい殴り続けたなどと供述したため、 Y を傷害致死容疑で逮捕した。その後この事件は殺人容疑も視野に入れ捜査が進められたが、殺意を立証できるものはなく、傷害致死のみの起訴になると思われたが、 Y のスマホから驚愕の動画が発見されたことから、後に強要罪でも起訴され、法廷でその動画の音声が流されると T さんに対する常軌を逸した罵声に法廷内は騒然とした。二人の奇妙な関係。逮捕された Y は建築関係の仕事をする父親と専業主婦の母親の間に次男として生まれ、兄と妹と共に普通に幼少期を過ごしていたが、10歳の頃から素行の悪さが目立ち始め、弱い者いじめを繰り返し、それを咎められるとやっていないと嘘をつくなど、近所でも要注意人物として知られており、小学5年生の時には同級生を階段から突き落として全治1年という怪我を負わせている。そんな Y は学校の先生などの見守りにより、一時的に空手や柔道などの部活に励んでおとなしくなったが、中学校に入ると再び凶暴性が目覚め、警察沙汰になることが増えたとされ、高校には進学したものの、
1年生の夏休み前に退学すると、大阪市内のホストクラブで働くなどしており、事件当時はキッチンカーで屋台などをしていたという。一方、殺害された T さんは中学卒業後に美容専門学校に進学し、勉強をする傍らキャバクラに体験入店したり、スナックなどでバイトをするなどしていたとされ、知人によると T さんは恋愛体質で男にのめり込んでしまうタイプだったとの話がある。そんな二人の出会いは、事件の数年前に Y がインスタグラムで T さんを見つけたことがきっかけで知り合ったとされ、頻繁に連絡を取るようになると、事件の1ヶ月ほど前から交際し同棲を始めたとされているが、事件前に T さんは家族や友人に Y とは付き合っていない、脅されていると話していたという情報があり、一方の Y も知人に対し付き合っていないと話すなど、二人の関係には謎が残されている。また T さんの友人によると、 T さんから辛い、別れたい、殴られると相談を受けていたとされ、相談から2週間ほど T さんから連絡がなかった矢先、ニュースでこの事件を知ったという。衝撃の現場。事件の2日前の5月7日朝、 Y と T さんは大阪市内の駅で合流し、2人で Y 宅に帰る約束をしていたが、 T さんが客とのアフターがあると言って Y に先に帰るように促すと、 Y は浮気じゃないだろうなと問い詰めたが、 T さんはしゃあないやん、客を待たせてるから行くと言ってその場を立ち去った。その後、一人で帰宅した Y は一睡もせず T さんの帰りを待っていると、 T さんが化粧を落とし、ヘアセットも下ろした状態で帰宅したため、 Y が浮気だと確信して問い詰めたところ、 T さんは客と男女関係になったことを認めた。このことで Y は激高し、T さんを突き飛ばしたり蹴り飛ばしたりしたため、 T さんは壁に頭部を何度も打ちつけ、さらに Y から全身を執拗に殴られたことで出血した血が床面に広がると、 Y は T さんに床の血をすすらせたり、 T さんの引きちぎられた髪の毛で床の血を拭き取らせて口に含ませるなど、常軌を逸した行為を強要した。実はこの暴行の様子を Y は自らの携帯電話で動画を撮影していたため、その生々しい音声の一部が裁判で公開されている。その音声を再現すると、全部舐め回せ、髪の毛も食え、おいしい、はよしや、これだけは無理、それで許したるって言ってねんで俺。さらに Y の行為はエスカレートするとカウントダウンを始めた。20 19 18 17 16 15、待って、待たへんから歯飲めや、許したるって言ってんねん、飲み込んだらええだけやん。30 29 28 27、一生かけて拷問していこうか、早飲めや、マジで知らんで口放り込めや。このような強要の後、 Y は T さんの血をシャワーで流し、二人で焼肉を食べに行くなどして仲直りしたかと思われたが、翌8日に Y は T さんに浮気理由を問い詰めたところ、酔っていて気が浮いていた、 Y に焼き餅を焼かせたかったと聞かされ、怒りが再燃すると再び暴行を加え、殴るのに疲れると今度はエアガンで T さんを撃つなどし、同日午後4時頃、 Y は一人で外出して知人と食事をした後、自身が営むキッチンカーで仕事をして帰宅すると、 T さんがぐったりしていたため通報した。身勝手な供述。 Y の通報で発覚したこの事件は、現場に駆けつけた捜査員によると、部屋中に血しぶきが飛んでおり、凄惨な現場だったことから、当初から殺人罪を視野に入れた捜査が進められた。しかし、Y は調べに対し、やったことは間違いありません。床に垂れた血や床に散らばった髪の毛を掃除するように言いましたと、容疑を素直に認め、犯行動機については、悲しさ、苦しさ、いろんな感情が入り混じっていたのと、アルコールが入っていたので自制が効かない状態だった、一睡もせずに待っていたのに T さんは浮気をしていた、悲しかったので視界に入った血を舐めるように言ったと供述し、殺意については否認した。ただ Y は幼い頃から警察沙汰を何度も経験し、たびたび反省文を書かされており、
大人や強い立場の人間に対しては反省したふりをして従順な姿勢を見せていたことから、一部では Y の供述は信用できないとの声も上がった。その後の調べで Y が暴行の一部始終を動画撮影していたことが発覚したため、理由を問い詰めると Y は T さんが今後嘘をついたら見せようと思ったと述べた。その後も検察は Y を殺人罪で起訴することを目指していたが、殺意を認める証拠が集まらなかったとして傷害致死罪と強要罪で起訴し、裁判での量刑に注目が集まった。初公判。2023年11月6日大阪地裁堺支部で初公判が開かれ、 Y は起訴内容を認めたが、検察側は冒頭陳述で T さんが他の男性と関係を持ったことに激怒して犯行に及んだと指摘するとともに、犯行後に T さんの携帯電話で自身のアドレスに、最低なことしてごめん、もう死ぬ、とのメールを送ったり、取り調べの際には T さんがペティナイフを持って襲ってきたという嘘の証言をしたりするなど、悪質な偽装工作をしていたことを指摘した。翌7日、論告休憩で検察側は、T さんの遺体には162箇所にわたってあざや皮膚が裂けるなどの傷があり、一方的かつ執拗に暴行を加えた、犯行後偽装工作を行うなど反省の態度も希薄で再犯の恐れがあるなどとして懲役13年を求刑した。一方弁護側は、全く理由なく理不尽な暴力を振るった事案とは異なり、劇場から突発的に及んだ犯行で計画性はない、虚偽の申告があったとしても自ら通報していて自首が成立するとして懲役5年が妥当だと主張した。また公判中に検察官と遺族は、 Y の携帯電話に性的な内容も含む T さんの動画や画像が残っていたため所有権を放棄するように Y に求めたが、 Y はそれを拒否し、動画や画像を削除するかどうかの明言も避けたことから、法廷が紛糾する一幕もあった。同月13日、判決公判が開かれ、裁判長は弁護側が主張していた自首の成立について、被告は明らかに正当防衛を意識した嘘をついており、自首は成立しないと判断した上で、長時間にわたり継続的に加えた一連の暴行はもはや拷問とも言うべきもので、被害者の尊厳を蹂躙した残忍で悪質な犯行と糾弾し、 Y に懲役12年の判決を言い渡した。その後弁護側は判決を不服として大阪高裁に控訴したため、この事件はまだ判決が確定していないが、懲役12年では短すぎるとの声も多く、今後の裁判の行方によってはさらに量刑は重くなるのではないかとの見方もある。公判中、 T さんの母親は意見陳述において、娘の遺体と対面した際、原型がわからないほど全身が腫れ上がり、大部分の肌の色は赤黒く、数えきれないほどのあざがありました。皮膚には穴も開いており、後で Y がエアガンで撃ったと知りましたと、涙をこらえながら語っていたとの情報があり、T さんの遺体の状況はかなりひどかったことが伺えます。この事件は結局、殺人罪を適用することができませんでしたが、死んでも構わないとの考えから、暴行を行っているようにも感じるため、未必の故意として殺人を立証することはできなかったのか、個人的には悔やまれます。ちなみに未必の故意とは、犯罪事実に対する確定的な認識はないものの、その蓋然性を認識している状態を指す法律用語で、わかりやすく例えると、殺すつもりはないが死ぬ可能性があると認識し、死んでも構わないと考えている心理状態のことです。そしてT さんが瀕死の状況だと分かって外出していたとすれば、保護責任者遺棄罪なども該当していたと思われます。いずれにしてもこの事件は、第一審の懲役12年という判決は軽すぎるという印象を受けるため、今後の裁判に注目していきたいと思います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。